はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。えー、本日ですけども、決算またぎをできる銘柄ないかなっていうところで、まあ、本日、えっ、ー、と、仕事お休みなので、まあ、11時からですかね、ちょっとあの、幼稚園ぐらいの見返りがありますので、まあ、30分程度、はい、えー、アドリブでライブチックに、まあ、動画撮ればな、撮れればなと思います。まあ、なんかまたあげるようないい銘柄ないかなっていう感じですかね。 はい。で、えっ、ー、と、もう実はですね、またぎで1銘柄買ってまして、横川ブリッジホールディングスですかね、5911っていうところを買ってます。はい。で、この銘柄なんですけども、まあ、ちょっと関連性がおそらくあると思うんですけども、横川電機っていう銘柄がありまして、えっ、ー、と、こいつがですね、めちゃくちゃいい決算を出したっていうのがありますと、はい、横川。 3%ぐらい横川電機の株を持ってるのが横川ブリッジホールディングスですけども、こいつですね、あの、はい、こんな感じ、決算発表後、大きく株価上昇したっていうところがありまして、まあ、理由としましては、単純に業績がいいっていうのと、あとは株主還元っていうところを、大きく、あの、中継の方で発表したっていうところになってます。決算の方につきましては、 はい、実績ベースで売上高が18.3%増収,収益が77.4%という形で、まあ、非常にい,い決算を出してきてまして、まあ、大幅にキャッシュフローも増えてます。はい、で、配当の方ですけども来期の見通しが58円というところでもともと40円だったものが58円で18円の大幅増配というところでこれもかなり高い増配率ですね。 はい、で来期の見通しの方はえっは、と、増収減益になってまして、最終利益は20.6%という形にはなってますが、まあ、配当もしっかり出してきているというところと、もともと業績が良かったので、まあ、配当成功も全然、あのー、やばい水準じゃない、まあ、普通の水準ぐらいですかね、30%なのでというところで、えー、増配を発表しているというところが好感があり、はい、しっかりと株価が上昇したという形になります。 で新中継の方ですけどもそうですねちょっとパラパラパラっと見ますけども、まあ、やはり気になるところはここら辺ですねはいまあ中継の達成の指標ですけども、まあ、受注率だとか、えー、と売上高成長率というところを10%以上年間 成長させ、そして財務的なところで言うと ROIC と ROE ですかね投資資本投資効率性だとかあとは1資産あたりに稼ぐ力っていうところを増やしますぞっていうのが、まあ、あったりしましてこれ非常に良いかなと思いますでえっ、ー、と配当、はい、株主還元っていうところでいきますと乗 ってないですかないや、載ってるんですけども、まあ、あまり定量的な数字っていうのは出てきてないんですけども、はい、ここら辺ですかね、まあ、資本政策、財務戦略っていうところで、まあ、直近1年ですかね、まあ、1000億円ですかね、株、は、地、いまあ、還元するぞっていうところで、えーと、財務に対して投資するっていうのが、まあ、1点ですかね、はい、資本成長投資をしますよっていうところが1点目。 でもう1個が株主還元方針については、えっと、まあ今まで配当成功っていうところを見てましたけども、まあ、配当成功に加え株主資本配当率 DOE ですかね、まあ、1資産当たりに対して配当っていうところの考え方をあの設けますよっていうところでは、まあ、入りの DOE のところも、はい、あの加味するぞっていうところで、まあ、株価大きくあの上昇している形になります。 はいまあ、横川電機自体ですね、あのプラント向けのし、えっと、設備ですかね、工場向けの設備っていうところって、まあ、日本、まあ、どんどん今、工場だとか、まあ、あの投資に対してお金も使ってるっていうところもあり、まあ、の長期的にもしっかりと売上伸ばしてきて、まあ、実績ベースで見ても売上高が伸びつつ、利益率も上がってるっていうところで EPS もしっかり上がっておりますので、はいまああのー、配当狙いで投資しても、そんなに大きな。 うん株価下落とかはリ、はい、スクとしては相対的に小さいのかなと思ってます。はいまあ、相取りもあり1.4%で低いんですけども DOE 採用しているというところになりますので、まあ、今後こう段階的に増配というところも見込めるかなというところと、はい、キャピタルとかも狙えますのでこういう銘柄いいですかね。 でその横川電機と若干資本関係がある横ブリッジホールディングスですけどもこちらの方は配当にーセ3.3%と、まあ、横川電機に比べ、まあ、倍ぐらい、まあ、現時点である形になりますで今日が、まあ、決算発表なので、えー、100万円ないぐらいですかね、えー、2914円で今はちょっとマイナス2.76%評価損になってますけどもはい。 2,900円ぐらいで300株なので、8十七万円ぐらいちょっと投資している形になります。で、翼オブリッジホールディングスの方は、えっと、もう累進配当をですね、あの、導入しているっていうところがありまして、はい、あの、 中継の方が2024年度までありまして、まあ、ここでは増30%以上の配当成果を並びに増配基調の維持を目指すというところで、おおむねまあ増配しますとっというところが分かっているような銘柄になるというところで、まあ、配当観点だとよりです、ね、あの安心して、はい、増配というのが期待できる銘柄かなと思います。まあ、なので来期の見通しもおそらく増配するだろうというところと、あとは単純に3クォーターの決算がいいというところがありまして、 揺れ高4.9%増収、営業力41.9%というところで、まあ、結構、まあ、かなりですかね、はい、3クォーターでもいい成績出してきてます。まあ、通期の見通しに比べると、まあ、修正なし程度ではありますので、まあ、大,きな大きくですかね、あのコンセンサスとか超えてくるというところはないとは思うんですが、まあ、実績ベースでもいいですし、まあ、配当増配するって言ってる銘柄で、はいあのー、配当の実績見ても増配基調なので、まあ、そういう意味だと株価、 上がるんじゃなないいかかっっててうとこころで、まあこの銘柄持ってますかね、まあ、もうちょい保有してもいいかもしれないですが、はいまあ、保証金率が76%ぐらいで、まあ、多分今、あのー、信用の余力ぐらいで言うとあと300万から400万ぐらいしかないので、まあ、こんぐらいに抑えとこうかなっていう感じです。はい、でこれはもともと決めてた銘柄ですね。はい でちなみに今日も実はちょっとだけ決算またいでまして、えー、っと、もう売却しちゃったんですけど、これで出てくるかな。そう、サンテックですかね。はい。私、かなりサンテック過去の動画で押してますけども、まあ、サンテックの方も、まあ、昨日ですかね、えー、っと、まあ、仕込んで今日結構、はい、利益ゲットできましたので、 あのまあ、若干リスク取ってもいいかなっていうところで、まあ、もう少しあの他の銘柄ないかなっていうのを触ってますちなみにサンテックを買った根拠としましてはえー、と ですね、業績予想の修正とかに載ってるかな、まあ、前回第3クォーターで、まあ、情報修正出してますと。まあ、これかなり良かったんですけども、まあ、それで前回もストップ高になりましたけど、今もストップ高ですかね。で、この時が為替レートが140円だったんですね。で、えっと、今がもう1 5 0円。 5円ぐらいいでですかねっていうとうころでまあ単純に15円ぐらいあの買わせると円安に触れているというところとサンテック自体は海外とかでもかなり売り上げがあるというところでまあ情報修正といいますかまあいい決算も出てくるかなというところでまあ買いましたでもう1点はもともとサンテックの,あの売り上げ高というところもかなり強かったのでえおそらく増配するだろうというところでまあ来期の方も増配見通しというところでまあそこの結果が良くて買われた。 という,ふうに考えてますただあのいつも通期の見通しの方は若干、あのー、保守的な形になってまして売り上げ高6%増収の最終順位は1.3%という形で、まあ、前回も、まあ、ここまではいかないんですけどもいやここのぐらいかこのぐらいのレベルで保守的だった気がするので、まあ、実績見てみると、まあ、増収だよねっていうところで一区二区の 決算前ぐらいにまた仕込めればいいかなっていうところで、まあ本日売却した感じになりますね。まあ、この銘柄、かなりせあの将来性あると思います。はい。でまあ、そういうところもあり。他なんかないかなっていうところで、ちょっと前置きが慣れ長くなりましたが、動画をはい選ぶっていうところで、ここからは若干あのもたもたしたような。 はいあの感じの動画になりますので結果だけ見たければ最後まで飛ばしていただければと思いますそうっすね、まあ、知ってる銘柄で言うと続き電機とかれとかは結構気になる銘柄ですかね知ってる銘柄だとって感じですけどここら辺は過去あの保有したことがありますので、まあ、けあの銘柄分析したあのことがありますね うーんあと、銀行で行くと、このサインゴンド銀行とかも、ちょっと気にはなりますね。あなぜかと言いますと、今、銀行系かなり熱いですよねあの。大志北越、大志北越銀行、あれ名前違いましたっけあ,あ、漢字が違うのか。 こ辺で来週北越フィナンシャルグループとかもあんま株価上がらなかったですけどかなり決算良かったですよ、はい。5月とかでまず株主還元の変更っていうところで、まあ、累進配当を入れましたっていうのとまた決算自体も単純にあの良かったっていうところで無理上げ高22.3%増収ですかね。 はい、で、来期の見通しのところは、経常利益はマイナスですけども、中期時点だと、最終的にはプラスになる見込みだっていうところで、まあ、配当もかなり高いですし、まあ、優待もある銘柄なので、大小区別は。うん。結構銀行ゲですかね、注目しておきたいなと思ってます。 はいまあ、単純に銀行業としての、えー、と収益というところも増えておりますし、まあ、リース系だとか証券系とかも、まあ、大償結のほうが、はい、がっつり増えているというところで、まあ、調子よく上がっている感じですかね。はい、で、まあ、この流れというのはほ、まあ、他の銀行さんも一緒かなというところで。 えとサインゴンドン銀行の方も,もう同じく累進配当銘柄になりましたね昨年ぐらいに。と、はい、いうところで、まあ、業績もおそらく良いだろうというところでここら辺の銀行地銀系は狙い目かなと思います。はい。なのでまあこのサインゴンドン銀行はありスすかね。<laughs> うん東方システムサイエンスか。 なんなんだよ、この会社。<laughs> うん。あれ。まあ、いっか。東方。 これか。東方システム債。あ、東方アセチレンか。そうそうそう。なんかちょっと聞いたことあるなと思って。私、東方アセチレンは NISA でもちょっとだけ持ってるんですけど、あのー、類似配当入れてる銘柄でガス系の銘柄なんですけども、こいつもまあ熱いと思いますね。はい。この銘柄も結構いいイメージが確かありますが、 最近はどうですかねこんな感じで配当も増配基調ですし、あのこれあれなんですよね、愛知フィナンシャルグループが結構保有してるんですよね、ちょっと大株主にはいないかないなさそうですけど、まあ、愛知フィナンシャルグループの中の、の中のですかね、有価証券報告書とか見ると、はい、ここら辺の東宝ガスとかも結構入ってたりしますね。はいで 決算があるところで言うと、東方システムサイエンスですけど、この銘柄初めて見ましたけど、なんか良さそうな気しますね。うん、ソフト開発、主に金融向けか。買いリり回りも高いですし、財務状況もかなりいいですし、PR とか PBR 若干高めですけども、まあ、IT 系っていうところで、まあ PBR ですかね、まあ、特にあんまり資本持たなくて、 IT のこうシステムを価値として提供してるんで、まあ、PBR は高くなりがちかなと。売り上げ高も成長基調ですし、配当とかも昨年とかかなり上がってますけど、配当てか40%パーか。うん。まあ、証券業とかも儲かってるので、金融系も儲かってるのかな。うん、うん、うん。 パッと見よさそうな気がしますけど、まあ、すごく株価上がるかっていうと、ちょっとサプライズとかはなさそうな気がしますね。まあ、そういう意味だと、サインゴンド銀行も昨年サプライズしたので、あんまないかもしれませんが。はい。まあ、ちょっとこいつは残しておきたいと思います。うん。あとは、知ってる、まぁ、正系とかもどうですかね。 コンセンサスが右の列かなコンセンサスが右の列ですね。まあ、三菱製紙の方も、うん。まあちょっとさっき見るとかなり下だった,だったのでやめときますか、うん。コンセンサスが30億で、本決算予想が75億なので、ちょっと見通し高すぎないか。 っていうリスクがちょっと誰が予想してるか知らないですけどうん、まあ、日銀短観とか見ると正式系は結構好調だみたいな半年前の状況でしたけどまた今変わったんですかねちょっと一応見てみますかうんなんか確かに微妙チックな気するな 売上高1400億うーんちょっと厳しい気がしますね経常利益30億43億いや43億あるからなんか大丈夫そうな気はしますけど、まあ、ちょっと純利益が乗っかるかが怪しいのでやめといた方がいいかもですねうん まあ銀行系はまあさっきと同じ考え方ですね。うん。 はい、次の2ページ目ですけども、まあ、第2ポ印刷とかもよくて、まあ、ちらっと見えたところで言うと、昭和産業、日産化学。日産化学とかはいかがでしょうか。4021。もともとかなりいい銘柄だと私は思ってるんですけども。4021。 最近は保有してないですね。あで、下落基調なのか。う,んもうこの時に5000円ぐらい割ったっていうところがありましたけども、日産価格は総合価格。 経営の会社でして、まあ、農薬とかはかなり強いイメージがありますね。はいまあ、医薬品とかいろいろやってますけどもまあ、今配当利回り割が株価が下落してきて3、3%まで下がったぞっていうところで、まあ、一方でまあ、配当っていうところはしっかり見え方が出てまあ、実績見てもですね。まあ、eps 若干下がってる予想になってますけども、右肩上がり成長しているまあ、非常に綺麗な。はい。安定した業績の会社さんですね。うん。 もしかしたら今がチャンスかもしれないです。で、配当政策のところは、まあ、かなりあの株主還元力も高くて、総還元成功は2027年度に75%にするぞっていうのを目標にしています。はい。で、中継のところも今、あの始まり中でして、えー、配当成功は最終的には55%にするっていうところで目標を立てているような会社になってまして、まあ、今どのぐらい配当成功あるんですかね。 ちょっと業績が現役になってるんで若干高めなのかな。275だから164、265。なのでまあもう今時点で配当成功61%なのでまあ55%は余裕で超えてるぞっていう感じか。うーんまあじゃあ増配弊力っていうところは若干ないかもですかね。うん。 まあただ、すごくいい銘柄だと思うので、まあ、実際に増配基調ですし、はい、3%ありますし、まあ、この会社は潰れないと思いますよ、本当、財務も良いですし、うん、非常にアロゴリンも高いので、安心して保有できる銘柄の一つかなと、はい、思っています。 時価総額とかを見ると若干横横してますけど最近は過去アベノミクスの時はずーっと右肩上がりで成長してきた銘柄ですねはいうんそうっすね あと来イの見ミトどうなるかわからないですけど、まあ貯金決算で何回か下落してきていて、まあ、エリオット波動的には1波、2波、3波、まあ今4波目ですけども、まあ、4波目はおそらくここの下落まではいかないかなっていうところで、はい、テクニカル的にも十分買われてもおかしくないかな。うん。今ここで底固めしてますので、 日産化学は買ってもいい気がするなおそらくちょっと予想できないけども。うん、ごめんなさい。ちょっとですね、事業が大きいと予想が難しいので、 ほぼ勘にななっちゃうのが申し訳ないですけど、まあ、ここら辺の,そのケ,ケミカルセグメントとか機能性材料セグメントとかっていうところが今のところ減収になってますと。こっちの方は販売終了ですかね。メラミンっていうのが販売終了に伴って減収になりましたとかもありますけどでこっちの半導体のところ系機能性材料のところも、まあ、半導体材料の えー、防止コーティング剤だとかっていうのは顧客の稼働性低調を受けて減収になりましたってありますけど、まあ、ここら辺はおそらく持ち直してるのかなと。まあ、半導体系活況ですし、まあ、結構今年投資するっていう決算も多い、会社さん多いので。じ、ま、ゃあちょっとこっちは読めないっすね。読めないというかわかんないですね。わかんないですが、さらに見通しが低くなる。 っていうのはあんまりないんじゃないかなと。とま産、あ、駒実績で減収幅がこのぐらいで見通しの方がいいので、まあ、来期見通しいいだろう。っていうところでまあ、大幅な期待はないかもしれないですけど、日産価格は買うのありかなと思います。もうちょいちょっと時間かけてみた方がいいですね。うん。ちょっと見るので後から買うかもしれないんで一応置いときます。<coughs> うん昔持ってましたね、田辺工業。なんかあれですね、さっきからあの、静止系だとか出版系、第一本印刷もそうですけど、多いですね、決算が。なんか UBE も、確かいい銘柄だった気しますけど、昔見たとき。 配当が上がってるあ。株価も結構上がってますね。ナイロン原料世界大手か。うん。まあ、いいか。そフフ。ケミカル系だと、ちょっと日産閣府見たいなっていうのがあり。日本トムソンとかも最近どうですかね。これ半導体銘柄ですね。 あれ結構配当に回り上がりましたね。3%。配当成果は18%。買うかもまあまあですね。ちょっとただ、上下が大きすぎるから、やめとくか。うーん。で、こ,こがブリッジホールディングスですね。総意見ホールディングスがか懐かしいな。古賀電機。古賀 メドピア。うーん。ま決算またぎはちょっとリスク高いから、本当に自信ある銘柄しか買わない方が良いから、まあ、難しいですね。セックとかも、これセキュリティ関係の確か銘柄で、ソフトウェア下請けリアルタイム技術防衛ロボット、あ、宇宙か。 宇宙とかも確か強かった気がしますね。まあそれで宇宙関連が一時期、あのー、話題になったんで、ここら辺で株価上がってますけど。セックとかもこんな感じで売上高伸ばしつつ利益率が伸ばしてるんで、これも多分面白いと思いますよ、本決算。うん。売上高増収増益ですから、まあ、ここら辺の増収増益理由っていうのを、まあ、この定性的な説明とかを見て分解していって、まあ、来期にも当てはまりそうだったら、 あの買うっていうのがいいかなと思います。で、えー、経済産業省の特定サービス産業統計によると、うんぬんって書いてますね。サービスロボット管理やスマートコントラクション管理の管理とに増加したことに観光庁向けの管理と必要好調ですと。うーん。この宇宙先端システムですね。 これが111.8%なので、まあ10%ぐらい増えたぞって感じか。う宇宙と社会基盤系が増えてるので、これセック買おうかな。ありかもしれないですね、セックは。うん。まあ、ダブルスタンダードとかも昔はすごく注目してましたけど、SBI の なんか SBI じゃない、どっかが抜けるみたいなメインの受注先が抜けるとかで結構株が下,下がったんですよね。うーん。ヤプリ。シード。 うん。池田選手か。アイロムグループ。これ、ここはちょっと決算するリスク高いのかな。私、この銘柄すごく好きですけどね。ちょっと、相手り前にめちゃくちゃ高いですし、あのー、 あれなんですよ。売ったんですよ。あの、売った理由もちゃんとあって、あの、この銘柄が悪いっていうわけじゃなくて、どうしても現金が欲しかった時がありまして、はい、2、3ヶ月前に。現金を用意するために、うん、こう、NISA 銘柄とかは絶対売却しないので、まあ、他の銘柄と比べて相対的に <laughs> 売る銘柄ないかなって、まあ、絶対何かしら売,るな売ってから、あの、現金化しなくちゃいけなかったので、それの標的になっちゃった銘柄ですね。まあ、ただ、 今見ると株価も結構下がってますし、あの、配当の実績っていうところも基本増配基調になってますので、まあ、実績だけ見ると。まあ、そういう意味でも、あのかなり配当利り高くてありな気がします。で、配当政策は、まあ、特に定量的な指標とか目標ないので、まあ、なんかいつもあるような文言ですね。安定的かつ継続的な配当実績。 実施することを基本にしますっていうことがまあ書かれてある程度ですね。で、まあ、なんでこれそんなに跳ねてないかっていうと微妙なんですよね、決算が。<laughs> はい。売上高が7.4%営業利益が73.2%減益っていう形で、えー、通期の見通しはあの増収増益っていうところをずっと掲げている形になってまして、まあ、そこが まあ本当っていうのがありますかね。売上高で言うと128億なんですけど、まあ、売上高、えー、4区では210億っていう形になってまして、まあ、2倍はいかずとも、はい、結構売上高の進捗が悪いよね、だとか、まあ、エグリーグも一緒ですね。はい。同じロジックで進捗率が悪いっていうところで、本当にそんな決算出るの、第4クォーターで決算出るのっていうので、まあ株価があの微妙な感じの動きになってます。 はい、なので逆に言うと、これが本当に達成されるか、懐疑的なのでリスクが高いっていう感じですね。で、まあ唯一、書いてあるかな。まあ、若干、その、あの、まあ、なんていうんですかねほ。まあ、プラスの材料っていうところで行くと、これですね。 これ、指揮法ですけども、えっと、SMO 事業っていうのがありまして、まあ、臨床事業だかなっていうところで、こちらがまあ後半想定の複数大型案件がまあ一部遅れ気味っていうところで、これが影響してからめっちゃ影響、利益、現役になってます。はい が、まあ、遅れててるるだけけでで失してるわけじゃないので、まあ、ちょっと何で遅れてるかっていうのを書いてほしいですよね。なんか案件が活況なのか、なんかその要因が足りないのか、体制が足りないのかとかっていう理由がわかんないから、ちょっと何とも言えないんですけど、まあ、遅れてるっていうところの影響なので、まな、あ、駅の見通しだとか、まあ、逆に言うと第4クォーターでちゃんと挽回してくるっていう可能性は十分あるかなと思います。はい、っていうのと、まあ、一応、主義法の、あのー、 解説記事自体も3、まあ、学期は SM の連れ込み案件が前半にお話しされて、えー、営,業益は営業益は上向く見込みだっていうところがありますので <laughs> まあちょっと第4クォーターは微妙かもしれないですけど、まあはいまあ、来期の見通しは、まあ、やや期待できるかなっていうところが、まあ、唯一のポジティブなニュースですかね。 それを踏まえた上でも、アイロムグループ配当利回りが高いので、減配にならなければ株価は上がるかなと思います。はい。まあ、利回り高いからなーっていうのが、まあ、ちょっとこう悩ましいところですかね。まあ、ただ、利回り高いのも、利回り高いだけで、 株取っちゃうと株買っちゃうと失敗するリスクあるので、まあ、そこも加味してちょっと考えたいと思いますはい昔は浮遊していた銘柄っていうところで悩ましいですねはいで AI インサイドとかはいいかなああ金松エンジニアリング どうすかねまあ減配してるからいっか。ここを減敗してますし。私、基本増配銘柄しか買わないので。いわきポンプ。六二三23まあこの銘柄もめちゃくちゃいいですね。株価上がっちゃいましたね、かなり。はい。<laughs> まあ、ポンプ系の製造っていうところで、はい、まあ、海外とかにも展開しているとは書いてますが、そんな利益、あの海外売上だから高くなかった気しますけど、ちょっと時間がそろそろ幼稚園の迎えの時間かなあと5分で行かないといけないですね。えっ、ー、と、UFO を見まして、地域5あ、めちゃくちゃありました。日本が、 こんだけだから、全体がこんだけなんで、倍すると3、4なので、まあ、売上げ高十50%ぐらいありますね、うん。大体ざっくり言うと50%ぐらい売上高い率あって、えー、っと、為替レートは書いてないか。為替レート書いてないですけども、今、円安なので、岩木ポンプも、 増収はありえますね。で、決算もかなりいいですし、はい、かなりいいですし、配当政策も多分、良かった気しますんで、この銘柄もありっすね、岩木ポンプ。ちょっと時間ないんで、後から見ますけど、詳細は。えー、っと、岩木ポンプの、 書いいてないかなか昨年変えたのかなちょっと載ってないかな ?6237。四季法とかにはさすがにないかな俗心とかも書いてますけど。書いてないか。ちょっと配当政策はすいません。わかんないんですけど。どうなってたか。 ただ良かったイメージがありますね。過去3%とか4%の時で、この岩手ポンプの時も買ってたんですけど、若干2.4%で上がりましたね。まあ、ただ配当成功自体はそんな高くな,ないので、はい、この銘柄も美味しいと思います。面白いと思います、はい。あとはシステナとかもちょっと気に、三井松島ホールディングスめっちゃ株価上がってますよね、今。えげ、ー、つないぐらい上がってますよね、15、18。 いやテクニカルがすごい良かったので買おうと思ったんですけど、ちょっと他の銘柄買っちゃったんですよね。ここ、ここのタイミングで、ちょうど先週ぐらい。お、超えてきたじゃんって思って、買おうか悩んだんですけど、買わなかったんですけど、まあ、かなり増えましたね。てか、なんでこんな上がってるんですかね。ぐらいかなー。 またちょっと砂糖の優待とか欲しいので、ちょっとなんかわかんないですけど、この銘柄は若干気になりますね。あ,あと日本空調サービスもいいですね。4658。これは安定の DOE 採用銘柄で、はい、配当をしっかり出してくれる銘柄になってます。優待も確かあった気が。はい。まあ、ただ、あの、決算も投げするような銘柄じゃないっすね。うーん。 まあ普通に長期で保有すべき銘柄。あと奥村組。中堅ゼネコン会社でめっちゃ配当りもり高いので、はい、この銘柄も常にウォッチしてる銘柄ですね。はい、こんぐらいでしょうか。 はい。ということで、えー、セック奥村組アイロムホールディングス。ちょっと私が好きな銘柄ばっかになっちゃいましたけど。で、いわきポンプ。まあ、いわきですね。あれいわき昔、いわきポンプっていう名前であってますよね。いわき。いわきポンプ。変わったのかな ?63 になる。うん、まあ、いわきですね。はい。で、サインゴード銀行と日産価格。 になりますまあ、ここら辺の銘柄からちょっと何か、はい、もうちょいですかね銘、はい、柄変えるといいかなと思いますのでちょっとこの後時間取ってからやって、まあ、15時ぐらいまでには変えたら買おうかなと思いますまた結果は後日発表しますありがとうございました